12月21日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅に反発しています。今日の全引けは昨日と比較で559円02銭高の 28,496 円83銭となりました。トピックス東証株価指数も 32.86 ポイント高、 JPX 日経400 299.57 ポイント高と3指数揃って大幅高です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 86%、 1875銘柄、これに対して値下がりが約 11%、 234銘柄、変わらずが 3% 余り、全体の 86% が値上がりということですので、ほぼ全面高という今日の前場です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って大幅高、新興市場も含めて全面高です。ただ商いはそれほど多くはありません。最近としては通常のボリューム、あるいは若干少なめという印象です。全引け段階での売買高5億1100万株余り、売買代金1兆1584億円、売買代金で1兆1000億円台ということですから、1日通して2兆3000億円前後というボリュームですので、決して多くはないということになります。商いは決して多くないものの大幅高ということで、需給要因、売り物が減って買い物が増えたという今日の大幅高の要因であります。日経平均株価、昨日まで2日間2営業日続けて大きく下げました。先週の金曜日17日には520円余り、週明け昨日20日も600円以上下げたということで、2日間合計しますと1100円以上日経平均は下げたという計算になります。この結果、昨日の段階で節目の2万8000円も割り込んだということで、値頃感からの買い戻し、押し目買いなどが優勢となりました。ここのところ大きく下げた反動で買い戻しが入ったという動き、もっとも昨日の欧米市場は全体的に株価は大きく下げて続落して終わっておりましたが、昨日の東京市場を含むアジアの株安の段階でそのあたりは先に織り込んでたという見方が徐々に広がり、時間の経過とともに日経平均株価じわり上げ幅を広げる展開となり、前引け段階では500円を超す大幅な上昇となっております。もっとも2日間で1100円以上下げたということの反動として、その半分程度戻したというのが今日の日経平均株価の水準ということにもなります。このところ売られていました景気敏感株中心に幅広く買われて、ほぼ全面高という今日の前場です。そういった中で個別の銘柄で買われたものといたしましては、材料が出たところで製薬会社塩野義製薬4507、こちらが商いを伴って上昇しました。現在開発を進めております新型コロナウイルスの飲み薬、これがオミクロン型にも効果があるということを会社側が昨日発表しておりまして、これが素直に交換された形です。今後の収益企業が期待されて買いが入っております。逆に下げた銘柄、逆行安銘柄といたしましては、日本 M&A センターホールディングス2127が軟調な展開、大幅安となっております。昨日の取引終了後に子会社の日本 M&A センターの売上の基幹帰属等に関して疑義のある事象があることが判明したということを明らかにしておりまして、警戒感から売り注文に押される展開となっております。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。